倉沢貴弘さんです。鈴の段では鈴を振りながら舞を踊り種まきの様子を表しています。このことから躍動的なもみの段と厳かな鈴の段は豊作祈願の舞であることが伺われます。この三馬奏は五穀豊穣を祝う大変おめでたい演目で、今でも新年の初会やこけら落としなど記念すべき時に上演されております。真夏にスーツ、見ている私たちの方が暑苦しくなる。倉沢さん本人です。ネクタイまで締めちゃってこっちはこんな色質してサービスしてるのに、はあ涼しい。スーツ屋さんで働いてるからって何気取ってんのよ。でもね、実は日本のスーツちょっとした素敵な工夫があるんですよ。あんたちょっと上着脱いで。この背抜き、ほら裏地が半分までしかないでしょ。これ日本では当たり前だけど、でもなくせば涼しいかというとそんなことはなくて、ほら袖にも他の部分にもちゃんと裏地がついてるでしょ。これは肩を着るときにノーパンよりも捨ててこう入った方が汗も吸ってくれるし、浴衣が涼しく着られるのと同じ。なくしてるのは不要なところだけなのよね。あら、そのネクタイセンスいいじゃない。スーツは今でも男子の公式衣装として活躍しています。また民族衣装のある国では自分を表現するフォーマルかつ普段着用のスーツのような衣装があったりします。ああ世界中行っていい男が何着てるか見てみたいな。あ、そうだ、世界中行った人がさっきいたから教えてもらおうかしら。あんたちょっとお友達になってきなさいよ。ここ呼んだら。今まで日本舞踊とスーツが好きということで私の好きなことを見ていただいたんですけど、最後にこちら流れてるのがバックパッカーで10ヶ月ほど世界一周した時の写真なんですけど、こちらも私の好きなことということで一緒に流してもらいました。まあ、星野さんいらっしゃって、世界の旅をしてって。はい、そうなんですよ。いいですね、はい、
最初と最後でつないでいただきまして、世界の旅から始まり世界の旅で終わります。はい、おじさんどうぞ。世界の旅を聞いて、来てるって聞いたんで今やってきました。全然星野さんほどじゃないですけど、昔10ヶ月ちょっと世界一周したくてバックパッカーで回ってただけなんで、ああ、いいですね、ずっと行ってるわけじゃないんですけど、私もこういう若い時に旅をしたかったです私は定年後が大体100カ国、それ前が40から50、総国で150カ国なんですよ。すごいっすね。それから地球の上と下に行きたくて60歳の時に行きました。60歳で、はい、でも皆さんのように若い時に行きたかったですね。あと僕も年取っても行けるように頑張りたいと思います。ぜひ頑張ってください、はい、人生は旅そのものですから、はい、今もさ旅をしているようなもんですね、まあ、私も82年旅をしてきました。まだこれから続けたいと思います。よろしくどうぞ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。倉澤さんもありがとうございました。お疲れ様です。早着替えまでありましたね、はい、丸められてますけれど、やっぱり本番はうまくいかないですね。思ったようにはちょっと遅くなっちゃいました。思ったより着替えが、はい、時間かかっちゃいました。なんか一生懸命ボタンを止めている姿をずっと拝見してました。もうなんかあんまりやること少ないように休むように来てたんですけど、やっぱりそれでも時間かかっちゃいました。今日のテーマは、はい、ご自分の好きなことっていうことだったんですけれども、はい、まずは踊りをされて、はい、でその後こうスーツに着られて、はい、こうパフォーマンスの出来的にはどうでしょうか。そうですね、まあ7割70点80点ぐらいで、あでも後半はやっぱ微妙でしたね、自分の中では。それちょっと遅れちゃったせいもあるじゃないですか。ちょっと崩れたなっていうのはありました、はい。どうでしょう、皆さんの前で披露されて。いやー、でもやっぱ人前で何かやるっていうのは気持ちいいなとはやはりそれは思うので、もっといろいろと勉強してどんどん表現していけたらなって思います。目の前にベテラン俳優の原田さんとかもいらっしゃいましたけど。そうですね、やっぱ緊張しますけど、でもやっぱりそういう方たちの前でやれるっていうか一緒の舞台にいられるっていうのはやっぱすごい幸せなことだなっていう風のが強いので、これから の過程といいますか励みになるなとつなげていきたいと思います。ということはまたこれ第2回などがあったら出たいということですか。はい、出たいですね。もし誘っていただけるなら次はまあもっといいものを見せられるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。